全力で遊んでみた。アナウンサー2週目に入りました。ということでこのお二人はあの日向さん何をするか全く教えてくれないんですよ。そこがちょっとね、あの何時か教えようか、ほんの5分なのでゲームをちゃんと考えられてないかなっていうのもあるんですよ。何考えてるんですか。もうぶっちほうがなんですよ。このね、もう正直やりましょう。正直で分かりました、はい、お願いします。お願いします。さあ今日なんでこのお二人かと言いますと、このお二人の共通点を見つけてしまったんですよ。もう二人はなんとダンスができる。はい。斉藤さんは何のダンスをやってるんですか。私はジャズダンスを10年くらいやってました。ただもうとっくにやめております。あのもう YouTube に上がってるんですけども、京ゴレダンスを見てください。斉藤さんのキレッキレの顔とキレッキレのダンスが上がってるんですよ。顔ね、顔顔。そして本業さんも、いやもうこの後に言うのが本当に恥ずかしいくらいなんですが何のダンス、社交ダンス部に所属していたというだけで、自分は本当に大学 1,2 年生の時にちょこっとしたかなくらいなので。社交ダンスですよ。社交ダンスですよね。もうお姫様みたいなもんですよ。大人の趣味ですよ ね、 ね、お姫様になりたくて憧れて入ったんですけどなれなかったっていう。ダンスを披露し合って、はい、自分たちの表現力を高めようじゃないかと。ということで今日のゲームはダンシングジェスチャー。から1人ずつある楽曲を聴かせます。はい、はい、その歌詞を聞きながら即興でダンスしてください。あ、それ私得意かも。あ、すごい今輝き出した。そしてもう1人の方はその曲目が何かを当ててください。斉藤さんが最初に踊るのはこちらです。あー、確かにみんなが知っている。え、はい、ミュージックスタート。あ、さすがステップが軽やか。靴履いてくればよかった。これはイントロですね。イントロっぽいですよね。そろそろエミルかな。で、投げキスこれしたよ。何？なんだろう、なんか広がってる海？なんだろう今のポーズが。ミッキーみたい。私はミッキーみたいって思っちゃって、ミッキーじゃないし、なんだろう。どうしたどうした。ちょっと次の歌詞が重い。これね、歌詞を覚えてないと踊れないんですけど。ね、大丈夫。次がなんだっけっていうのが難しい。へー、でも開放感がある。サビだけでいいかもしれない。じゃあサビだけにしましょうか。さあ、まもなくサビです。え？え？泳いでる？え？なんか深い海？あります。何も分かってないです。あ、もう本当に、じゃあ何を表現してるか、何かキーワード、うん、君かあなたかのセリフがあるのかなっていうのと、うん、あと泳がれてたりするのか、何か深いところ行ってるから。3、2、1。え、夏色。お、分かった？え、最後のゆっくりゆっくり下っていくで、もうすごい。そしたらこの動きが急に自転車の動きでリンクして、あ、夏色かもって思って。一番最初にやったこの
ミッキーみたいな動きはあれは何？太陽。夏の太陽。かっこいい。さすがでした。でもダンスの、ね、うまさも分かりましたね。なんかちょっと恥ずかしいですけど、これをダンスと言っていいのかどうかっていう。じゃあ本名さんが踊る曲目はこちらです。知ってはいる。知ってはいます、はい、ミュージックスタート。お遊戯会だよ。